ということで、あと何分ですか？ 1 分とはね、あの誕生日を迎えるのは3回目となるんですよ。みんなと3回ね、3回目も祝ってくれる方もね、2回目の方も、今回1回目の方だよってそういう方でもね、明日のね、あのライブ8時からとあの今のこのチャンネルですごいこだわりを持ってやるライブがあるので、ぜひぜひ、もう無料なんでね、まあ、いつかはね、ちょっと欲を出して言えば有料の観客を入れたライブをやりたいなと思っているんですけれども、まあ、今は無料で、なんとまだみんな無料で見れるんだよね、無料でね、あのこちらの配信がね、明日とあのチャンネルで開催されるので、ぜひ見てください、お願いしまーす。ということで、とわさまーハッピーバースデー、とわお誕生日おめでとう、17歳プラスアルファです。ハッピーバースデー、とわさまー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアトワ様、と同じ誕生日の人とかもみんな本当にありがとう、ハッピーバースデートゥーユー。最後ちょっと格好つけて歌っちゃった。ありがとう、みんなスーパーチャットもコメントもありがとうね。Thank you, thank you。ありがとうね。本当に幸せもんだとわは今幸せをかみしめている。ありがとう。Thank you。まあ周年配信の時とかもね、こういう誕生日の時とかもね、こうね。毎回言ってるんですけども、タワがね、あの好きなことをねマイペースに自由でできているのはね、あのいつもね温かくね家族のように見守ってくれる眷属がいるからだよ。あだーす、これからもね好きなことマイペースにやってて、みんなと一緒になんかゲームとかもできたら嬉しいなって思ってるから、そういうね家族でいてくれてありがとうね。Thank you。 ハッピーマンじゃんとは。